こんにちは、ケイソーです。今回はフキノトウの描き方をお届けします。これがフキノトウですね。地面から顔を出すフキの花のつぼみなんですよ。使う絵の具は吉祥の顔彩、24色中8色です。また今回は顔彩チューブの5分を使いました。顔彩チューブについてはブログに詳しく掲載しています。説明欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。また絵皿とすずりと墨、作用筆、面相筆、文字を書くための筆ペンを使っています。まず墨を吸っていきます。すずりに少量の水を落として墨をゆっくり丁寧に円を描くように吸っていきます。しばらくすると墨のいい香りが漂ってきます。吸った墨を絵皿にとって面相筆で描いていきます。まず葉っぱの先端に筆先を置いたら、下に向かってスッと勢いよく線を引いていきます。先端に筆先を置いたら下に向かってスッと線を引いていきます。このように勢いよく線を引くことで、輪郭線に生き生きとした表情が生まれます。そして一枚一枚の葉っぱをこのように描くことで、フキノトウの力強さや生命力といったものをこの線だけで表現することができるんですね。この勢いのある線は恐る恐る筆を運んでいたのでは出てきません。ちょっと練習を必要とするかもしれませんが、このフキノトウの絵の一番のポイントとなります。チャレンジしてしっかり練習してみてくださいね。続いて葉脈の線を引いていきます。これも同じように細い線でスッスッと力強く引いていってください。続いて青草を絵皿にとってお花の部分を描いていきます。面相筆で丸をたくさん描いていきます。これがお花になります。その周囲を青草で塗っていきます。周りを塗ることでお花が浮き立ってきましたね。続いて葉っぱを塗るための色を絵皿の中で作っていきます。線香器、花白ろく、うぐいし茶ろくを混色して薄い緑をまず作っていきます。この薄い緑でまず内側の葉っぱを塗ります。筆先を葉っぱの先端に向けて下に押すようにして塗っていきます。次に青草を取って混色し、少し濃いめの緑を今度は葉っぱの下に少し塗ったら、水筆で上に向かってぼかしていきます。こうすることで葉っぱがより立体的に見えるようになりますね。水筆というのは水だけを含ませた筆のことで、今回は作用筆を使っています。外側の葉っぱは内側の葉っぱより少し濃いめの色で塗っていきます。そして同じように葉っぱが立体的に見えるように、本藍を葉っぱの下に少し塗ってください。色を塗ったら本藍を葉っぱの根元に塗って、そして水筆で上に向かってぼかしていきます。お花の上の葉っぱは
根元からしっかりと濃い色で塗っていきます。こうすることでお花の白いところがしっかりと目立つようになります。葉っぱの色が同じ調子にならないように、この葉っぱとこちらの葉っぱは少し薄めに塗っておきます。下の葉っぱにも本藍で影を入れておきましょう。水筆でぼかしながら塗っていきますよ。続いて花白緑と線香器を混色して葉っぱの裏側の色も塗っておきます。次に葉っぱの先端に黄土をほんの少し塗って水筆でぼかしていきます。続いて絵皿に岩彩チューブの5分を少量取って、面相筆を使ってお花を塗っていきます。先ほど塗り残した白い部分に面相筆で5分を塗ってお花に表情をつけていきます。このように5分を塗ることでお花が生き生きと見えてきたと思いませんか？次に面相筆に墨を取って、最後に葉っぱに勢いのある線をもう一度引いて、葉っぱに元気を与えておきましょう。次に黄土とクリカーチャと墨を薄く混色して地面を描いておきます。筆ペンで文字を入れていきます。フキノトウは天ぷらでいただくととっても美味しいですよね。でもこの絵のようにお花が出ていたんではもう遅いんですね。いただくときはつぼみのままでいただきましょう。今回はこんな文章を入れてみました。いいを押したら完成です。この動画がお役に立ちましたら、ぜひご登録をお願いします。ブログ、さわやか牧彩画教室では、 YouTube で語りきれなかった植物の話や描き方のコツ、そして文章にまつわるためになる話など、さまざまな情報を掲載しています。説明欄にリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。